連合軍は現状戦場に、うん、支配し、これは指揮。探し物はここにある。ん？これが一体何を招くものか、本当に理解しているのかな？無駄話はいい。俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っておく。こちらにとってゲーラは排除すべき火種でしかない。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくることだ。芝生たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵が周到に準備を進めていたみたい。地上での相手は簡単に行かせてくれますね。指揮を操る何の術だ。まさかあなたは彼の有名な陰陽師羽根の専門家。この私を知って、敵長撃ち取った。いかに私が正義を。おお、次回もお目にかかれるとは、なんてな。お前の何か考えがあるんだろうな。ここだ。さすがは長年の友、よく分かった。時は風だ。聖力さえ離れつかる。ああ、助かった。我が実務を受ける鍵が完成した。ちょっと道が潰れちまってる。ガッテンリー。さて、あなたたちの力試させてもらう。なんと鮮やかな術。さすがは攻め込みと、そして具合ではないぞ。来たと思う。どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方は南の流れが進んだけど、おそらく敵がいるね。それじゃ敵が攻めてほしくない北の道へ行こう。いざ宿敵の策に乗り逃走。亡霊の前に呼ばれちゃった。ならわしらは剣心の後を追い逃走じゃね。全力。責任は果たす。基本だけどすごいわ。敵さんにも男前が両生。今度は向こうについてみましたいな。敵を蹂躙せ。迅速の攻めだね。これぞ早きこと風のごとく。それを見抜いた。もはや伏せる意味がない。信玄を追撃しろ。敵長撃ち取った。俺が歩兵を追撃隊に変えるぞ。ここは臨機応変の策、実に見事。ちょっと手を貸してくれるかね。はぁ、敵さん撃ち取った。なるほど、
ここでは失礼します。後ろの敵は去る、わしらは前の敵に集中する。ここで参考になるよ。宿敵との闘争は二列、参考は必須。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおことでもさ楽しんでみよう。ここだ。撤退する。式神では抑えきれぬか。俺が加勢せねば。進言覚悟。残念だ。覚悟するのはあなたたちの方。ここだな。敵を食らうで。人間の制御を成功させたね。敵将静かに言うこと、悔しのごとくうまくいくのです。動揺する敵を撃ちましょう。高い運動はあまりだから、一気に加速つける。天の読みすぎ助けてよ。また敵倒れてもうて。そうけど、シュッとしてやっとこまいな。嫌だな、お兄さん。天下一の男前が頑張ります。ほら、ここにいますよ。頑張るね。士気が随分減ってきたようだ。少し復活させてもらおうか。何を言っているのだ。ルナ、サルナ、源の苦労を持ちこれにあり。ルナの剣士の敵同士と楽にしてあげる。だからこそ分かり合えることもあるのだ。特別についてきてくださいよ。その闘争に応えん。おお、剣心燃えておる。侵略すること火のごとく。じゃあね。なかなか粋なターンだ。そんじゃ進んじゃおうかね。行かずに済むと思ったんだがね。来ちまったのは仕方ない。あっぱれなもののふよの責任を果たす。基本だけどすごいこと。その割にはまだまだ元気そうじゃね。はあ、頑張ります。相変わらずね、師匠とか。あんなに急ぐ必要はなくのかしら。結構ご無事で何よりです。姉妻、これよりは共に闘争を楽しむ。もう十分だ。解剖する。いかにも俺ができないことが待ってくるのに。アップではないためだ。行くしかないよな。責任を果たす。基本だけどすごいな。天に立てつき世を乱す火種。消そう。
はこの先だ。俺を倒さなければ手に入らない。決めちゃった。お前って敵に回すと本当に厄介だな。感じが通す剣の様子カージュ、ちょっとは手加減してほしいね。あいつこの状況楽しんでないかな。そう、私も主従殿の敵だったが、思う自分にお仕置きができたの。ついてきてくださいよ。やれな師匠、普段からそれぐらい頑張ればいいもの。待っていたよ。腕輪はここにいる。眼差しで迫られたら断れない。慎み、お会いしたい。憧れの気合とは本当にか。どこかで感じたことがあるような、ないような私の負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体消えちまった。まあ腕輪は手に入ったし、よしとするか。おたけれ敵さんも妙なだ。少なくと負けたから。まさか。さて、正義は勝つのだ。ご報告。あれ、その動きから龍然さんがいる。承知。よかった。いいな。そんなの絶対嫌だし。旦那。ならば